よろしくお願いします。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表事項はございません。本日の進行は NHK の国光記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。 NHK の国光です。よろしくお願いします。質問の前に記者クラブへの転入者をご紹介いたします。岩手日報の宮川記者。岩手日報の宮川と言います。去年までスポーツ担当をしてまして、春から経済担当をしてたんですが、10日ほど前にこちらに異動になりました。慣れないこと多いですが、よろしくお願いします。はい、で次は南極じゃない本日は記者クラブを代表しての感謝質問の用意はありません。各社から質問があれば、社名を名乗ってお願いします。おはようございます。共同通信の浦井と申します。すみません、ちょっと県政とはまあ関係ないんですが、まあ、関係ある話で2点ほど大きく伺います。1点目なんですが、先日原爆の発言でですね、久間防衛大臣がですね辞任されました。一連の発言についてですね、知事はですねどのように受け止め、どのように感じたのかということをですねまず教えていただけますでしょうか。はい、原爆の使用は非人道的な大量殺傷でありまして、これはもうどんな理屈をつけても許すことはできない、容認することはできないことでありまして、しょうがないっていう言葉はこれはもうあってはならない言葉だったと思います。大臣辞任は当然のことだと思いますけれども、ただやはりこう今の内閣はだいぶこう何と言いますか、もうちょっとこう厳しくですね、きちんとですね、このそういう発言も含めて真剣にやってもらわなきゃならないなという感じがいたしますし、あと思い出せばこれ自民党の三役から日本が核武装することも議論した方がいいんじゃないかっていう発言が、まあ、容認された格好になっているかと思いますけれども、日本が核を持つっていうのはこれは核不拡散条約から脱退するっていうことですから、非常に非現実的な話なんですけれども、そういうのがこうあっさり容認されたりするような雰囲気の中で今回の発言も出てきたのかなと思います。今のことに関連してですね、まあ、もうちょっとしっかり厳しくやってほしいというふうなことだったと思うんですが、今の内閣というのはですね、まあ、各社の世論調査等々見てるとですね、まあ、支持率が落ちると思うんですけども、知事から見てですね、今の内閣というのは、まあ、岩手県民含め国民にですねどのように映ってると思いますか。私が一番気になっているのはやはりこう国民の生活をきちっと見てないんじゃないかというところです。それでどうもこう生活の現場から離れたようなところでこういろいろやってたり、あるいは今の経済情勢についてもだいぶこう楽観的に見てるようなんですけれども、数字はこう経済が回復しつつあるようなこう数字も出ていますが、例えば経済成長率や国民所得の上昇もよくよく見ると企業収益や企業所得の上昇がほとんどで、一般家庭、家計所得や勤労者所得はむしろ減っているとかですね、そういったところをもっときめ細かく見て暮らしや仕事の現場を良くしていくようなところにもっと力を注いでもらわないとなと思います。2点目なんですが、12日にですね参院選の告示があります。知事はですね今回の参院選の争点は何だと考えますか。その考える理由についても教えていただけますか。
国政選挙はいつでもそうなんですけれども、やっぱり有権者一人一人がこう自分の置かれたところから自分の生活、自分の仕事、また世の中全体を見て、これでいいのかっていうところがまず原点だと思います。そして、それを変えるためにですね、変えてくれそうなところに投票をしていくということで、そういう意味では有権者一人一人にそれぞれの争点があるわけなんですけれども、私から見るとやっぱりこの生活の問題、また所得というですねところに象徴されるそういう経済の問題、そこがやっぱり大きいんじゃないかなと思います。最後に1点だけ、民主党がですね、政権交代をして民主党が政権を取った方がいいと考えるのかどうか、その点だけ教えていただけますか。今いろいろ議論されているところをこう見ますと、民主党はだいぶ生活本位の理念政策を訴えているなという感じがします。ありがとうございました。毎日新聞の念仏と申します。今回の議会にですね、知事がご提案された退職金についてなんですけれども、知事の退職金を、支給しないというのを出されたと思うんですが、これがですね、現任期についてということになっているんですけれども、今後多数知事の後にもしかして知事になられる方の分についても廃止というふうにされなかった、もし意図がおありでしたらどんなものかお聞かせください。まず責任持った対応としてはですね、自分の今の任期について、条例を提案するということだと思って、そういうふうにいたしました。そして、次の4年間の知事についてはまた選挙にあたってその知事がいろいろ考えを述べ、それに県民の投票行動を通じた信託といいますか、そういったこともあって、その時々いわばそうやってみんなで決めていけばいいんじゃないかなと思いまして、まずこの4年間に限った提案をさせていただいたところです。もしこの4年間ということであれば、タッソ知事がもともとですね、これがいいシステムだと思って提案されたと思うんですけれども、それが途中で変わってしまうこともありますよね。それはそれで仕方ないというふうな形でお考えでしょうか。今現在は他の選択肢はないわけでありまして、そういう意味では何の心配もしてません。朝日新聞南と申します。おはようございます。県立病院の医師派遣の件で伺いたいんですけども、先週県の方から政府に医師の派遣を要望して、で、全国で7人でしたか6病院に決まって、そのうち3人が岩手ということが発表されましたけども、もともと県としては最低3人ずつ計6人を要望していましたが、今回計3人で、3ヶ月から6ヶ月ということで、本当に緊急的一時的なものなんですが、まだまだちょっと現状としては厳しいかなというところですが、今回の派遣、まず知事としてどう捉えていらっしゃるかということ1点と、その派遣期間終わった後、もしくは現状でも厳しいんですが、今後どう対応していくかという2点をお聞かせください。3人のうちの1人は今盛岡にいる人が週に1回宮古にっていうことなんでですね、実質的には県外からは2人っていう感じなんですけれども、まず1人でも医師は必要欲しいと思ってますんで、それを派遣してくれることにはこれは国はいいことをしてくれたし、ありがたいなというふうに思っています。一方、
できれあの最低3人できれば4人という単位でこう宮古と大船渡についてそれぞれ要求したのは、一つの診療科科目をやっていくにはやっぱり最低3人いないとこう回せないという事情があり、そしてこれは何人かのお医者さんから聞いたんですけれども、こう時々学会に出るとかですね、そういうゆとりを持つには5人必要ということも聞いております。そういう中で1人っていうのはですね、これなかなか大変ではあります。その診療科を維持するには県内で別のところからまたそこに人っていうような、そういうやりくりもまた必要になってくるんでですね、なかなかこう手放しで喜べないところはあるんですけれども、ただ国は国で、今回かなり思い切ってやろうっていう国は国なりの意気込みで今回の緊急派遣措置をこう用意してくれたんだと思うんですけれども、必死でこうかき集めようとしたけれども、全部で7人でしたっけ、全国で。それしか集まらなかったというのはやっぱ深刻なんだと思います。ですから、地方に足りないんであれば、中央から地方に派遣して、それで、まあ、医師偏在を是正すればいいだろうっていう議論はあったんですけれども、それはそう簡単じゃないっていうことが今回明らかになったと思うので、やはり、医師全体をこう増やしていくような思い切ったことで、その中で地方に特に増やしていくような思い切った抜本策を国としても取らなきゃならないということがより見えてきたと思うんでですね、これそういう意味ではここから先に生かしていきたいと思います。だけ追加でお願いしたいんですが、その医師偏在の地域偏在の緩和ということでしたが、地域として何か具体的なアイデアとして、まあ、医師数を増やすということ以外に偏在を緩和するアイデアというのは何かございますか。根本的には県民所得のこのいつも言ってることですけど、平成13年度に 7% 以上落ち込んでそれが回復しないっていう、まあ、ここ5、6年の岩手の経済社会っていうのはそういう異常な状態でありますから、まあ、これを少しでも是正していくことでですね、医師確保にもつながっていくと思います。また市地域主義戦略やソフトパワー戦略などを通じてですね、まあ、岩手でちゃんとお金を稼ぎながら働いていけますよっていうアピールに加えて、仮に都会ほどお金は稼げなかったとしても都会で得られない充実した人生、素晴らしい日常、そうしたものが岩手でなら得られるっていうようなところもアピールしていきたいと思います。医師にとってその魅力的な県にすることで、呼び込むことができるということですか。やっぱり本質的にはそういうところをきちんとやっていかなきゃならないと思います。岩手日報菅原です。おはようございます。今日で、6月定例会が終了します。知事にとっては初めての定例会でしたが、まずは感想をお願いします。はい。まず303億円の補正予算がまず委員会では認めていただいて、今日本会議にかかるということで非常に良かったなと思っております。あとは知事演説、所信表明演説をめぐって、貴重なやり取り、代表質問と一般質問を通じて、そういう議論ができて大変良かったと思います。やはり政治においては多様性が大事でありますから、いろんな意見ご批判も含めていただいて、活発な議論をすることができたということは大変良かったと思います。で今定例会の知事の答弁などを聞いてますとね、松田県政のこの継承という部分もかなり見受けられたような感じがしたんですけれども、まあ、この部分をどう出していってですね、多素化を出していくのかというのが課題だと思いますけれども、まあ、
今後来年度予算編成もあります。この辺どのようにこう独自色を出していくのかですね、その辺はどうお考えなのかお聞かせください。私はこう知事の仕事の仕方としてはこう知事個人のパフォーマンスではないので、そういうタストカラーという、そういう個人の色を出すことを目的としない方がいいと思っていますし、そういう意味でその前任者との比較とか、あるいはその前任者のどこを引き継ぐどこを引き継がないっていう発想ではなくて、むしろ今の県の現状を見ながら必要な政策をどんどん行っていくというようなやり方がいいんじゃないかというふうに思っています。そういう中で県民の生活の向上、経済の活性化、そして県の貴重な文化や伝統をそれ自体価値あるものとして追求すると同時に地域の活性化にもつなげていくような展開をしていく、平泉の世界遺産登録の見込みもありますし、そこはその時代にマッチした政策というものをみんなで作っていくことで、おのずとそこから独自性というのが結果として出てくると思います。すみません、日経の入江ですけれども、今朝何市かに出てましたが、今度ですね、県と同友会と岩手大で、新たな機構を立ち上げるという話がありました。それの概要とですね、なぜ今こういうものが必要なのかというその認識ですね、教えていただけますか。はい、普段からそれぞれこう意見交換や情報交換はしておりますし、私も個人的にも平山学長、長野会長よく存じ上げていますし、いろんなやり取りをこう衆議院議員時代からもしておりました。で、私の知事演説の中でもそうした経済界でありますとか、またそういうどういう言葉かはパッと思い出せないんですけど、そのアカデミックなところとの意見交換、そういうやり取りは積極的にやっていきたいということを知事演説の中でもそういう趣旨をこう申し上げてたところなんですけれども、それぞれ、岩手全体に関する情報をこうきちっと把握した上で、今後の岩手の在り方についてきちんとしたビジョンをこう出していけるような、そういう人たちが集まって真剣な議論をしやり取りをしていく中でですね、これは私のマニフェストにもこうちょっと書いてたんですけれども、県民総参加のナレッジマネジメントというですね、そういう県民の知恵と力をこう総結集していく、その中心のセンターのようなですね、機能を果たしていけるんじゃないかなという期待を持っております。で、そういう期待、また何かしなきゃっていう思いを、これはそれぞれが持っていてですね、ともすればそういうのをこう県がこう押し付ける、あるいはお願いして歩くみたいなパターンっていうのがこう今まであちこちにあったのかもしれませんけれども、今回のこの動きは本当にそれぞれがこう自主的にこういうことをしようか、その意気投合しながら一緒にこう作っていくような動きとしてですね、なんていうかこうネットワーク的な動きとして、そういう経緯自体もまたこう新しい時代にこうマッチしてるんじゃないかなというふうな思いであります。どんな成果をですね、出していきたいと考えているんでしょうか。それぞれがこういろんな思いで参加すると思いますけれども、知事からすればやはり生活の向上、経済の活性化、一人一人が希望を持てる岩手の実現っていうことにこう役立つようなですね、そういう成果を期待しています。
朝日新聞の橋本と申しますが、2点伺います。1点は議会の関係でですね、この前の議会の方で、代表質問だったかと思いますが、岩手競馬に関してですね、民主党の方の質問で、水沢への地上体制を改めて検討したらどうかという、質問があって、知事の方も傾聴すべき意見だというふうにおっしゃったと思うんですが、そういった提案についてですね、知事、今、どのようにお考えなのかを改めて伺いたいんですけども。岩手競馬の将来のためにですね、こういろんなご意見をいただくことっていうのは非常にありがたいことだと思っています。今去年といいますか、昨年度末ですね、昨年度末に立てられた計画に沿って岩手競馬の再生を図っているところでありますけれども、さらに将来を見越してといいますか、あるいはまたよりこう抜本的な改革といいますか、そういったものは私も歓迎でありまして、いずれにせよ赤字を出して、県民や関係の団体の、その関係の市町村の住民の負担ですね、そういう負担を出さないような形で、公共の役に立つような事業を進めていくために、より良いやり方、より良いアイデアがあれば、そういったものはどんどん耳を傾けていきたいと思っています。黒字でですね、存続させるという前提でいった場合に、将来ですね、2条ではなくて1条でやるべきだと、盛岡、水沢どちらかは別にしてですね、いずれにしても1条の方がいいというお考えは知事はお持ちなんでしょうか。今の段階では水沢競馬場、盛岡競馬場、その他の施設も含めて、どうすれば黒字でいけるかっていうことに集中しておりますので、その中で、2大競馬場のうちのどっちかを廃止するっていうことは今の段階では考えておりません。あと参院選の関係ですが、もう間もなく公示が近づいてまして、1区の補選の方も告示も近づいてますけども、改めて知事、今後その選挙にですね、応援なりですね、どういった形で関わるのかを伺いたいんですけども。私は特にその選対本部の中とかですね、そういう組織的な中には入っておりませんので、かなりこう自由な立場から自由にこう参加したいなと思っております。でこれは全ての県民あるいは国民がそういうふうにこう自由にですね、政治参加すればいいと思うわけですけれども、そういう中で私もこう自由にやらせていただきたいなというふうに考えています。応援のですね、演説とかですね、そういうのはやっぱりやる予定というか、やりたいなとお考えはあるんでしょうか。こういうのはこうやらせろやらせろっていう感じのものではなくてですね、こう選挙対策本部の方が、その陣営の選挙対策本部がいろいろ作戦を考えるでしょうから、そういう中でこういうことをしてほしいとか、こういうのをやってほしいとかあれば、その時点で検討しようと思ってますけど、今の段階では具体的な依頼っていうのはこう来ていません。盛岡タイムズ馬場ですけれども、盛岡の中核市への移行の件なんですが、今日議会でも議決があるかと思うんですが、知事は県内を4つの、振興圏に分けてそれぞれ発展して自立と共生をという話をされてますけれども、その中核市になる盛岡の役割とその振興圏との関わりについてどのように考えていらっしゃるか、改めてお伺いいたします。すでにこう広域振興圏として動き出している県南広域振興圏に対してはですね、私はその
50万を超える人口、そして、その経済力、また世界遺産もその中に持とうとしている、そういう、まあ、岩手県南、南岩手とでも呼びましょうか、それは東北では仙台に次ぐ第二の経済圏、都市圏になるんであって、そういう形でその経済の活性化やその住民の生活の向上をこう目指してほしいというようなことを言ってるんですけれども、盛岡もその広域の連携の形を取ればですね、世界有数の自然環境リゾートとそして伝統文化を兼ね備えた一大都市圏になりますんで、やはりその盛岡広域というものも岩手県南に負けないようにですね、経済活性化、その住民生活の向上のために頑張ってほしいなと思います。そうしますと、盛岡 自体はその振興圏とは別に独立させて、やはり盛岡、盛岡の広域圏としての振興というか自立を目指していくべきだということになりますか。私のこう県としては県の施策っていうのはあくまで盛岡振興局という枠でやるわけでありまして、それはまあ県央広域振興局でもあるんですけれども、その中の盛岡市という位置づけになります。 ですから他の県内のこの管内の市町村とのその連携っていうことにですね、県としてはやっぱり意を尽くしていきたいなと思ってます。読売の東です。県議会の議論について伺いたいんですが、民主県民会議以外の、自民クラブですとか、清和会の方々からの質問っていうのはですね、まあ、どっちかというと、知事に対して厳しい質問もあったかと思うんですけれども、これはその知事が予想されてた範囲内でしたでしょうか、それともそれよりも厳しいものだったでしょうか。いや、あまり予想はしてませんでしたから、自然体で、あ、なるほどこういうふうに思うのかとかですね、あ、なるほどこういう見方からこういう意見もあるのかという感じで、まあ、新鮮な思いでこう受け止めておりました。議論聞いてますと、どっちかというと、まあ、相入れない、考えのまますれ違いで終わったかなというふうに、見受けたんですが、その指摘を受けてですね、これからその方々と、どうその、まあ、意見の一致を見ていくかというところが、その知事がおっしゃるように一人一人の意見を、なるべく吸い上げてですね、やっていくということに必要だと思うんですけれども、知事の側としてはどういうふうに対応されるお考えですか。一般論なんですけれども、まず議会で何かものを決めていく場合は、政治的な議論についてはこれはもう百花聡明でいいと思っております。むしろいろんな多様な意見が出ないと困るし、特に提案に対する反対意見というのは非常に貴重な意見でありまして、それがジョン・スチュアート・ミルの自由論の趣旨でもあってですね、もう反対意見というのはこうとにかくお願いしてでも作れというようなものなんだと思います。ただそうした検証も受けながら多数決で決めたことは、もうこれは行政は一本化、政治は多様、行政は一つでというのが原則でありまして、行政の執行についてはこれはもう不偏不党公正中立でやっていくわけであります。そして政治的な議論はですね、これは無理に一本化する必要はないし、その相手をですね、まあ、屈服させようとか、逆にこっちが相手に合わせようとかですね、それを無理にやる必要はなく、自由にこう融合していくならそれに越したことはないというか、それはそれで好ましいわけですけれども、ですから政治的な意見の対立っていうのはそれは全然気にしてません。
一方で行政の執行にそういう政治的対立のなんかこう余波みたいなものを混ぜる気はさらさらなく、前も言った話ですけど、こう政治的に対立している相手、そういう人に関する市町村だからといって、予算の執行で区別してなんか暗黒時代にしてやるとか、そういうことは全然思ってませんので、そういう意味ではこう全然困ることはないなと思ってます。今議会のあり方の中でその多数決というお話がありましたので、あえてちょっと聞かせてください。国会などではですね、その自民と公明の政府与党のですね、多数によってそのいわゆる民主党ほか野党の側から見ればこれは強行採決だと、で一方で与党の方はですね、これは議会制民主主義のルールにのっとったやり方ではないかというふうな考えがあると思います。知事はこの辺今多数決というお話言及されてましたけれども、この国会のあり方についてはどう思いますか？もっと上手にやれるんだと思いますよ。こうもっと反対意見というのをこうどんどん出してもらって、それに対してきちんと答弁をしたり、また意見を言ったりして、そういうやり取りを重ねながら、最終的にはそれを見ている国民がまあ、これだけ議論をしたんだからもう採決していいなと、でそうやって採決されて決まったことについてですね、その、まあ、マスコミ論調をはじめ、世論としてですね、これでようやくいい結論が出た、よかったよかったっていうふうに、するように、やっぱりこれは特に与党政府の側が努力しなきゃならないことだと思います。ちょっと確認です。岩手日新聞の伊藤と申します。知事は先月28日のですね、民主党の県連の総決起大会に出席されてですね、まあ、応援、メッセージとかですね、祝辞を寄せられました。改めてですね、どういう、まあ、政治家としての立場として出席なされたのかと思うんですけども、どういう政治信条で出席なされたのかということとですね、今後その参院選と補選にあたってですね、まあ、これもさっき自由な立場でやらせていただくとましたけども、どういう立場でこの民主党の応援もあり得るのかということをお聞かせください。その、まあ、行政の執行としてやったわけではないということですね。ですから政治家個人として、まあ、自由な立場で、ああいう会に参加し、またこう発言をしたということであります。でそういうことはそれまた自由にやらせていただきたいと思っているわけでありまして、自由だから必ずやるとこうなんていうんですかね、そうやってこう計画的にやるようなことでもないので、特にこう政治的なそういう活動とか発言とかっていうのはこう世の中の動きとかですね、いろんなそういうことにも応じて、ここ世の中が落ち着いていて、またみんなの暮らしが良くてですね、古福劇場っていう中国の昔の言葉がありますけれども、みんながそうやって食べるものを食べて、幸せに暮らしていれば政治活動っていうのはあんまりやらなくていいんだと思っております。ただいろんな問題があって、どうやってそれを解決しようかっていうことを、やっぱり同じ問題意識を持つ人たちとですね、一緒に集まって、こうしていかなきゃなんないよねとかですね、こういうことを広めていかなきゃなんないよねっていうようなことは、そこはやっぱりこう問題意識に比例してこうこれからもやっていこうかなと思ってます。まあ、ちょっとしつこいようですけども、まあ、改めて、まあ、今回の参院選でその、まあ、まあ、与党ですね、与党過半数割れ、あるいは、野党での、まあ、過半数ですか、あとは民主党の躍進があればいいとはお考えですか？ちょっと今日は一般論的に言うと、その
公約とかも正式には選挙公報とかの形で最終的にはこう確定してくるわけですよ。ですから世の中を良くしていくようなそういう流れがですね、きちんと選挙戦を通じてできて、そして世の中いい方に持っていくようなそういう体制が国会の中にできるような結果が出そうだなと。何もしなくていいなと思えば何もしないかもしれません。ただこのままだとちょっとまずいんじゃないかと、ここはちょっと人肌脱ごうかなというような場合にはいろいろやると、そういうことであります。で、私はその自分が属する政治組織のために働くっていう発想じゃないんであって、あくまで民主主義のその原理原則は個人が自由に政治を活動するっていうことで、だから個人の自由である特定な政治組織に入っているわけですし、個人の自由でそういうところに行って発言をしたりしているわけです。ですから一般論からすれば必ず何党が政権取らなきゃダメっていうことを絶対化しているわけではありません。分かりやすく言うとその時その時で言えばこの党が取った方がいいっていうのはこうあるわけですけれども、一般論として言えば世の中を良くしてくれるようなそういう政治の体制が国にも地方にもできればいいなっていうのがまさに政治家としての思いであって、政党とかあるいは誰が議員になるかっていうのはこう二の次三の次っていうところがあります。ただそれはあくまで自由にやらせていただくことですので、いざとなったらこれはもう本気で真剣に誰にも遠慮せずにやらせていただいていいものだと思っています。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終わります。はい、ありがとうございました。はい、じゃあご苦労様でした。